吸血鬼江戸川乱歩前回の続きからです一時とおぼしき頃その闇の広間へ影のように音もなく忍び込んだ人物がある彼は手探りで老人の寝勘に近づくと そそそろそろとその蓋を開き始めたをきめ葬儀社闇の広間へ忍び込み斎藤老人を収めた棺の蓋を開いた男は読者も想像されたとおり三谷青年であっただが一体全体彼は何のために棺の蓋などを開いたのであろう 開いて中の死体をどうしようというのか闇の中に鼻をつく刺繍、氷のように冷え切った死体目が慣れるに従ってほのかに浮き出して見える恐ろしい死人の顔三谷はそれをものともせずいきなり棺の中から老人の死骸を引きずり出すと軽々と小脇に抱え 音もなくもののけのように部屋を出て廊下を台所横の物置部屋へとたどり着いた死骸を物の陰に隠すと彼は例の床板をめくり石の蓋を取り除けかのような声で井戸の中へ呼びかけた「静子さん僕です。これからまた別の隠れ場所へ変わるのです。 しっかりしてください。ず子のかすかな返事を聞くと彼は物置部屋にあったはしごを持ってきて古い戸の中へ下ろしたしず子としげる少年は三谷に励まされ彼の手助けでやっとそのはしごを登ることができた「しげるちゃん黙って少しでも声を出したら怖いおじさんが母様を捕らえに来るのですよ」。 三谷は茂る少年に泣き出されることを最も恐れた。だが怯えきった六歳の少年は、まるで泥棒猫のように身をすくめ、足音を忍ばせ、声を立てようともしなかった。三谷は二人を洗面場に立ち寄らせ、それから廊下を忍んで、棺のある広間へと連れて行った。 静子たちはもちろん三谷もその頃は暗に目が慣れて、電灯を消した室内の様子がはっきり見えるほどになっていた。さあ、この棺の中へ隠れるのです。大型の寝管だから少し窮屈だけれど、あなた方二人くらいは入れます。三谷の異様な指図を聞くと静子はびっくりして、思わず身を引いた。 まあ、こんなものの中へいや縁起などを言ってる場合ではありませんこの他に無事に屋敷の外へ出る方法は絶対にないのです葬式は明日のお昼過ぎですそれまでの辛抱です死んだ気になって隠れていてください結局三谷の言うままになるほかはなかった静子が先に その裾の方へ茂る少年が重なり合って棺の中へ横になった三谷はその上から元通り蓋をしたそれから彼は物置部屋に引き返してはしごを上げ石の蓋と床板を元通りに直し斎藤老人の死骸の始末をしたどんな風に始末したかはやがて間もなく分かる時が来る。 さて翌日出勘の時間まで棺の中の2人の苦しみは言うまでもないことだが三谷青年の気苦労も並大抵ではなかった彼は早朝から棺のそばを離れず中でかすかな音でもすればそれを紛らすために咳払いをしたり不必要な物音を立てたり滑稽なほど気を配った棺の蓋に釘を打ち付け 中をを覗かれぬ用心をしたことは言うまでもない。三谷はこの殺人事件の原因となった人物だけれど家内の者がそれとはっきり知っていたわけでもなく親戚付きは集まってきたが日頃疎遠の人が多く静子誘拐事件以来畑柳家の相談役のような立場にある三谷が差し詰め葬儀委員長であった。 帝国が来ると三谷は人々をせき立てて出棺を急いだ。妊婦が棺を担ぐ時にはもし悟られはせぬかと非常に心配したがそんなこともなく生きた親子の潜んだ大型ね管は無事門前の葬儀自動車へ運び込まれ秦柳家菩提寺での葬式も忠のごとく終わりさらに葬儀者は近親の者の自動車を従えて 火葬場へと向かった人殺し担当血のり警察裁判所牢獄公主代恋人愛事畑柳家財産唇のない男というような観念があるいは恐怖のあるいは愛着の目まぐるしきへとなって静子の頭の中をぐるぐる駆け回った。 その癖取り留めたことは何一つ考えられなかったこの先我が身がどうなることやらまるで見当さえつかなかった彼女は無我夢中で恋人みたいの指図に従ったかわいい頼りない茂少年を抱きしめて一刻も手放すまいとする心遣いだけで精一杯だった真っ暗な 夜道のよのののうな井戸の底の数時間。そこを出たかと思うと我が家の廊下をまるで泥棒でもあるように忍び忍んで物もあろうにたった今まで我が手で殺した斎藤老人の死骸が横たわっていた棺の中へ親子で身を潜めなければならないとは頑丈な棺ではあったけれど三谷が釘打つ時に 外からは見えぬように丸めた紙をくさびにして細い隙間を作っておいてくれたので空気の欠乏を気遣うことはなかったがそれにしても狭い箱の中で音も立てず身動きもできず出棺までの長い時間じっとしていなければならぬとはああすでに彼女の罪を償うために地獄のせめくが始まったのではなかろうか。 怯えきった茂少年は静子の裾に縮まって地獄の鬼めに母様を渡すまいと彼女のひざがすらをしっかり抱きしめこっそりとも音を立てず息を殺してブルブル震えていたがふと気がつくとその震えがぱったり止まって呼吸も静かになっていたおびえながら寝入ったのだ幼い肉体は 昨日から一睡もせぬ心労に耐えかねて恐ろしい漢桶の寝床の中でぐっすり寝入ってしまったのだ静子は無邪気な子供を羨むと同時にいくらか気安さを覚えた耳を澄ましても何の物音もなく目にはかすかな光さえも見えぬ身を潜めた棺ぎがいつの間にか地中に葬られ 上から覆いかぶさった厚い土の層のために光も音も全く途絶えてしまったのではないかと怪しまれるほどであった心が静まるにつれて麻痺していた末梢の神経が働き始めたそしてまず鼻を打つのはほのかな刺しゅうであったあ,あ今の先までこの中に あののの老人の死骸が入っていたのだ。しかもその老人はこの私が手にかけてむごたらしく殺したのだ今更のように彼女はそれをはっきりと意識した今彼女の方に触っている板の同じ部分にさっきまで死人の方が当たっていたのかもしれない彼女はそうして間接に彼女の殺した老人と ししていい。るのかもしれないと思うと何とも言えぬ恐ろしさにぞっと襟元の毛穴が立った盲目のような真の暗闇の中で死人の怨霊が彼女の体を締め付けているような気がする彼女はキャーと叫んで棺の蓋をはねのけいきなり逃げ出したい衝動に駆られた だが叫ぼうものなら逃げ出そうものなら立ちどころに身の破滅だ彼女は歯を食いしばって我慢しなければならなかった不気味な刺繍はますます強く鼻にしみて耐え難いほどになった神経という神経が嗅覚ばかりになってしまったような気がする と突然異様な記憶が彼女の鼻によみがえってきた「おやこの匂いは今が初めてではない」ついさっきまでこれと全く同じ匂いを嗅いでいたような気がする「変だな一体どこでそんな匂いがしたのかしら」「ああそうだ井戸の中ださっきまで身を潜めていた古井戸の中だ」 井戸の中にいる間は興奮のあまりそれを意識しなかったけれど思い出してみると匂いばかりではないあの厚い布団の下は決して平らな井戸の底ではなかった何かしら弾力のあるしかし綿よりずっと硬いデこボこしたものが足の下に感じられたあれは一体何であったのか 今よびがえった刺しゅうの記憶と結び合わせて考えるとぎょっとしないではいられなかったでもまさかあの井戸の中に錯覚だわ私の神経がどうかしているのだわしずこはしいてもその恐ろしい想像を打ち消そうとしたそんなことがあるべき道理はないと思った やがて刺繍とばかり思っていたのが突然ほのかなバラの香りとなった。と思う間に今度は誰かしらのみだらな大衆がによってくる。花瓶になった彼女の花が幻覚を起こしたのだ。その大衆は誰のものであったかふと情欲をそそるようなその匂いは紛れもなく我が三谷青年のものだ。 しかしああまたしてもその匂いが突然彼女の嗅覚の古い記憶を呼び起こしたそれは三谷の大衆であると同時にどこかしらのもう一人の男の大衆でもあるような気がした誰だったかしら誰だったかしらああそうだあいつの匂いだまああいつの匂いだわ。 静子はこの恐ろしい一致に途方に暮れてしまったあれから長い間私はどうしてそこへ気がつかなかったのでしょう何年も何年も度忘れしていたことをぽっかり思い出した感じだ棺の中の闇と静寂とが彼女の心に不思議な作用を及ぼしたのだ 三谷と全く同じののもう一人の男とは一体誰のことか。読者はこの物語の初めに静子が青山の海奥に閉じ込められたことを記憶されるであろうそこの地下室で唇のない男に襲われた時彼女が相手の体から全く初めてではないよく知っている誰かの大衆を感じた。 という事実をも記憶せられるであろう静子は当人とたびたび会いながらも他事に紛れて今の今までそのことを忘れ果てていたのだそれを今異常に鋭くなった嗅覚がふと思い出したのだあれは三谷の大衆であった唇のない怪物は 三谷青年と全く同じ体臭を持っていたのだ「まあなんでバカバカしい暗号でしょう本当に本当に私の鼻は気が違ってしまったんだわ」「鼻ばかりではなく頭までも狂ってしまったのではないかとあまりのことに静子は空恐ろしくなった」だが読者諸君 この二つの不思議なにおいの一致は、刺繍と糸の中のにおい、三谷の大衆と唇のない男のそれとの二重の符号は、果たして静子の錯覚に過ぎなかったであろうか、もしやそこに何かしら恐ろしい秘密が複在するのではあるまいか、とりとめもない妄想と恐怖のうちに夜が明けた。